はい、FM 宜野湾をお聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。桜美林大学沖縄学入門リモートフィールドワーク振り返りラジオの時間になりました。私は桜美林大学沖縄学入門沖縄スタッフの統括をしています社会福祉士の稲垣悟です。よろしくお願いします。はい、この桜美林大学沖縄学入門なんですけども、毎年この時期2016年からですね、沖縄にですね、桜美林大学の学生がですね、この宜野湾市に集まって、まあ、いろんな現場を体験しながらですね、沖縄の今、そして宜野湾の抱えている社会課題、それから宜野湾の魅力ですね、こういったものをですね、学んで、伝えていく、そういう活動をしているんですね。で、今日は、この、今年度2021年度に行われました、この沖縄学入門2021リモートフィールドワークの振り返りをですね、ラジオで行っていきたいと思います。はい、テーマはですね、今年も宜野湾市で、中心にですね、いろんな現場を回っております。基地のある町に学ぶ沖縄のコミュニティパワーの可能性、これをテーマにですね、2月8日から今日11日までですね、沖縄の、宜野湾市内のですね、さまざまな地域を訪問しました。ただ、残念ながら、昨年からですね、コロナの影響で、実際に沖縄に足を運んでいただくことができなくって、皆さん、オンラインでフィールドワーク、あるいは私たち沖縄スタッフが代わりになってですね、宜野湾市内の各、拠点をお邪魔して、そこでディスカッションをしたり、あるいはインタビューをしたり、そこに桜美林大学の学生さんがオンラインで参加をしていただく、こういう形で、フィールドワークをやってきたんですね。街歩きも、フィールドワークをしてきました。これも、沖縄のスタッフは、大学生と高校生2人ずつが、スタッフとしてですね、一緒にサポートしてくれたんですけども、スマートフォンのカメラを使いながら、あるいはパソコンでの、ズームを使いながらですね、この地域を歩いて、そこに桜美林大学の学生さんもオンラインを、通じてですね、一緒に街歩きを体験する、こういう活動もしてきたんですね。今日は、この振り返りということで、関わって、来てくださった桜美林大学の学生さん、それから、沖縄側からですね、名誉大学の学生さんにも入っていただいてます。で、さらにはこの桜美林大学沖縄学入門の、現地スタッフとして沖縄から大学生2人、高校生2人もですね、関わってるんですけども、今日はそのうち大学生1人、高校生1人にですね、参加していただいて、一緒に振り返っていきたいと思います。はい、今日はですね、参加してくださった皆さんからですね、3つのお題でお話をしていただきたいと思っています。1つ目は、自分にとってどのような学びだったのかですね。そして2つ目、その学びを今後どう生かしたいのか。3つ目として、宜野湾市の皆さん、今回、フィールドワーク沖縄学入門の、リモート実習でお世話になった宜野湾市の皆さんへのメッセージをね、伝える、この3つについてですね、番組を通じてお話をしていきたいと思います。ちなみに今回お邪魔をしたところはですね、2月4日にまず、宜野湾市役所ですね、市民共同推進課の皆さんからお話をいただきました。それから、普天間、第3、3区自治会の渡名喜洋昌会長にインタビューさせていただいて、まあ、沖縄のあるいは宜野湾のですね、自治会の成り立ち、それからこの自治会が担っている役割、それからこれからという話をね、伺いました。翌日には、今度は普天間3区自治会の普天間基地を挟んで、まあ、正反対のところにね、普天間、飛行場の南側進入路にあたる上大蛇名自治会のね、大城千恵子会長にお話を伺いながらですね、上大蛇名自治会の、まあ、成り立ちであったり、ここの、まあ、個性ですね、上大蛇名自治会の個性であったり、あるいは、ここの地域の皆さんとどんな街づくりをして、どういう、サポートを自治会がしているのか、そんなお話を、ね、していただきました。その後、まあ、沖縄の、
あるいは宜野湾の子どもたちが抱える現状として、浦添市にある NPO 法人夢ウォークさんにお邪魔をしてですね、こちらのスタッフの皆さんからですね、特に宜野湾市の子どもたちがこの夢ウォークにお世話になっていることが多いということで、宜野湾市の子どもたちを中心にですね、今の現状、あるいはこれからどういうふうな形でですね、支えていくのか、こんなお話をね、伺ってしましたですね。最終日の今日は、西普天間基地の返還地周辺、あるいは普天間第二小学校あたりですね、このあたりを、カメラで散策をしながら、このあたりの、未来についてね、少し考える時間を持った後、今ここで FM 宜野湾ですね、FM 宜野湾に、お邪魔をしまして、FM 宜野湾が地域の中で果たそうとしている役割、特にコミュニティをどうつないでいくか、こういったことをですね、山内一郎局長にお話を伺ってきました。そして最後、この番組を通してですね、関わってきた学生たちの声でですね、学び、そしてまあメッセージ、これをね、伝えていきたいと思います。はい、ではもう早速ボービリン大学の、皆さんからですね、今回の実習についてどういうような、学びだったのか、それからどう生かしたいのか、こういうお話をねしていただきたいと思います。ボービリン大学の学生、今回ですね、今日は出席しているのが4人ですね。4人の皆さんに、まずお話をいただきたいと思います。まずトップバッターは、ボービリン大学の小池君です。よろしくお願いします。聞こえてますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、小池君、出身はどちらなんですか。出身は神奈川県の横浜市です。はい、横浜のご出身ということですよね。ボービリン大学に今いらっしゃるということで、はい、今回どんな学びを得られたんですか。はい、この4日間を通して、特にまあ、いろんな学びができたし、まあ、その Zoom での交流だったんですけど、まあ、すごく人の良さだったり、まあ、温かさっていうのを感じました。で、特にまあ子どもに対するまあケアっていうのがすごい充実しているんだなっていうふうに思いました。でもこれは沖縄っていうまあ強い地元愛だったり、まあ、コミュニティがまあ小さいからこそ、その今後の沖縄の未来のためにまあ活動しているっていうのが、まあ、よく分かったなっていうふうに思いました。で、まあ、子どもの、まあ、可能性だったり未来っていうのを、まあ、大人たちの、まあ、事情で、まあ、潰してしまうっていうのは、まあ、よくないなっていうふうに、思いました。で、まあ、虐待や、まあ、いじめっていうのは、まあ、沖縄に限らず、まあ、日本どこでも問題になっていることで、この事実っていうのは、まあ、逃れられることはできないからこそ、まあ、もっと対策であったりっていう問題っていうのを、まあ、しっかりしていくっていうのは、今回、授業を通して感じることができました。目指すものっていうのは、まあ、みんな平和とか、まあ、幸福ってなることだと思うんですけど、まあ、正直みんながそうなるっていうのはまあ難しいのが現状で、あると思って、でも少しでもその差をなくすためにも今の自治会の活動っていうのはこれからも必要になっていくなっていうふうに思ったし、でこの今回のこの得た知識っていうのをこれから広めていくっていうのもが私たちに今できることなのではないかなっていうふうに思いました。で実際この今の大人たちの情報発信というよりもの若い世代たちの情報発信っていうの方が、まあ、影響力っていうのはあるのかなっていうのを感じているので、まあ、そこに関しては、まあ、しっかり私たちが広めていくっていうのを、まあ、強い意識を持ってやることが大事だなっていうふうに、思いました。で、基地問題だったり、貧困問題っていうのを、まあ、ネガティブな部分を、まあ、注目しているっていうのもあるんですけど、逆に沖縄の良さっていうのを伸ばしていくっていうのも一つの改善策であるのかなっていうふうに思います。で最後に宜野湾市の方たちへ向けてなんですけど、まあ、そういう基地問題とかいろんな問題とかあると思うんですけど、
その市の発展っていうのを、まあ、願っております。最後まで聞いてくれてありがとうございました。はい、ありがとうございます。子どもたちへのケアが、ね、充実してるというふうに感じたということでした。横浜とはやや違う感じなんですか？なんて言えばいいんですか、なんか逆に子どもに対するケアっていうのもあると思うんですけど、その関わりっていうのが多分少ないので、その面でやっぱ感じられる面っていうのはこっちでいると少ないかなっていうふうに思います。ああ、なるほど。それと、格差があるんだけど、その差をなくすために自治会の活動が素晴らしいということを、ね、気づかれた。これ素晴らしい気づきだったと思うんですね。横浜ではこういう自治会の活動とかってあんまりなかったりしますか？そうですね、なんか、多分あまり関わることがね、大学生ぐらいってないかもわかんないですけどね。はい、うんですね。はい、ありがとうございました。まあ、ネガティブな、ね、ことも含めて発信をしていくということで、これからも一緒にですね、私たちと歩んでくださったらと思います。はい、ひとまずありがとうございました。います。はい、続いて、飯田さんお願いし、飯田さんで、はい、よろしくお願いします。大比林大学3年の飯田若菜です。出身は茨城県の取手市で、今もそこからしています。はい、私が今回のお話で感じたことは、特に夢ウォークさんの話が印象に残っているんですけど、今の社会の現状として児童虐待の相談であったり、不登校とかネットいじめの件数などが過去最多ということとか、令和2年には19歳以下の約800人の子どもが自殺してしまっているという事実で、コロナ禍によって子どももそうだし、その保護者、大人もいろんな影響を受けてしまっている。非行とかいじめは加害者がとてもいけないことだとは思うんですけど、その被害者だけにフォーカスを当てるのではなくて、それを加害者からの SOS として捉えて行動しているというところがすごい、着眼点がすごいなと思いました。そういった人たちの自己肯定感を高めることが大切で、どんなに失敗してもダメなところがあったりしても、自分が自分であって大丈夫って思える環境を作ってあげたりとか、間違ってしまっててもまたやり直したらいいって判断してやり直せる基礎になる気持ちを育む、そういった理念で動いているところにとても感動しました。こういった運動を実際に行動に移している答えがあることが、どれだけその人たちを救って大切なのか、それをもっと若い人たちがもっと興味関心を持って、その行動を継承していくことが大切かなと思います。観光地として人気のあるとても素敵な地域である沖縄県に、いろんな視点からの興味関心を持つ人が増えて、それを行動に移していけばいいのかなと思います。最後に、このコロナ禍で難しい環境の中、私たちのために実習を開いてくださり、協力いただきありがとうございました。この実習で沖縄の問題、今まで知らなかった問題についてもっと理解が深まったし、興味が湧きました。これから皆さんの活動がうまくいくように願ってます。ありがとうございました。はい、若菜さんありがとうございました。いろいろ自分でもね、データ集めて調べてくださったんですね。で、キーワードで自己肯定感というね、今回、夢ワークさんの方でも出てきましたけど、自己肯定感というのは、例えば若菜さんなんかは持ってたりはします？いや、私は低い方だって思ってて、うん、で、私の改善点かなって
なるほど。じゃあ自分事としても捉えられたということあるんですね。はい、やっぱそれが大事で、それをどれだけなんか人が失敗した時に乗り越えられる力になるのか、うん、大切なのかなって感じました。うん、はい。あと継承が大切というところを触れてくださいました。沖縄の場合は、まあ、今回ね、どうしても期間が短いし、時間的にも制限があるので、まあ、沖縄の社会課題しかね、実は取り上げることができなくて、本当は、例えば食文化であったり芸能文化であったりね、こういったところも、リアルタイムでやってる時は、皆さんに関わっていただくことができるんですけれども、まあ、今回ちょっとねできなかった。ただ本当にこの芸能とかね、あるいは方言ですね、こういったことが継承するのが今難しいというのもね、沖縄の課題としてあるんですね。でこの子どもの課題ですよね、こういったことがですね、自治会を通じてまあ改善していく、これらをどんどん継承していくことの良さというのをですね、まあ、とっても若菜さんね感じてくださったと思うんですけども、これからもですぜひね、おっしゃってくださったように一緒にですね、沖縄の皆さんとつながってくださったら、そして沖縄に遊びに来てくださって、ぜひまた自治会に顔を出して、それから今お話した芸能とかね、音楽とか、こういったところにもね、触れていただいたらと思います。ちなみに、沖縄にはこれまで来られたことあるんですか？あります。旅行で何回か行ったのと、うん、記憶ないんですけど、2歳ぐらいまで住んでました。ね、だから実は沖縄生まれだったりするよね。はい。ね、はい、いつかまたふるさとに帰ってきてください。はい。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。はい、じゃあ続いてはゆきこさんになるんですよね、次はね。はい、西野ゆきこさん、よろしくお願いします。はい。お願いします。はい。桜美林大生の西野です。よろしくお願いします。はい、ご出身はどちらになるんですか？県は神奈川県の鎌倉市です。あ、鎌倉の方ね。はい。はい。はい。と私が、うん、一番印象に残っているのは、困難状況にある子どもと夢ウォークの取り組みについてです。うん、私が、そこで学んだのが、その昨日夢ウォークさんの話を聞いていて、で学生、沖縄の学生と私たち桜美林生が一人一人質問をしていく中で、その沖縄の学生が質問した内容だったりで、その地元のことや自分のこと、あと友達や周りのことを話しているときに、なんだか涙が出てあったんですけど、そういうのを見ていて、まだ私たちは9月から1月のその授業とか、あと今回のこの4日間で、実は沖縄ってこういう歴史があったんだとか、うん、こういう問題を抱えてるんだっていうのを初めて知ったので、でそこでいろいろ質問していく中でも、まだそういう感情、うん、まだ私は慣れていなくて、うん、で、沖縄の同い年のこういう学生とか、同じ大学生でもそういう気持ちだったんだなっていうのを知れたっていうのと、あと、この宜野湾市がそういう活動、子供に対してこういう活動をしてるんだっていうのを知れたっていうのが、今回の一番の成長であり、学びだと、として思いました。で、この学びを生かして今後、もちろん、今はこの沖縄の貧困について一番興味を持った中で、もちろん全国でも貧困に悩んでる子供はたくさんいると思うので、こういうこの機会をぜひ活かして、全国でも、宜野湾市はこういうことをやってるんだよっていう活動を全国に私たちのような大学生、若い世代が広めていけたらいいなと思います。で最後に、宜野湾市の皆さん、沖縄のスタッフの皆さん、稲垣さんもこんな大変な中、私たちの学びに貢献してくださりありがとうございました。今後私もこのコロナが落ち着いたら友達とかとぜひ沖縄に旅行に行きたいので、その時はまたよろしくお願いします。はい、ゆきこさん、ありがとうございます。ね、
夢ウォークで、まあ、子どもたちの実際を、まあ、一緒に、ね、同行している沖縄スタッフの学生たちもやっぱりもうすぐ、ね、そばにいる友達たちの実際、あるいはもしかしたら自分たちの、ね、成長についても言及しながらですね、思わずこう涙が、ね、出てしまうということがありましたが、そこに、ね、とっても、まあ、共感というのか同じ波長を合わせてくださって本当にありがとうございます。なんかそこが一番、ね、大事なところだったかなと思うんですね。なんか言葉面あるいは報道でなかなか、ね、伝えていてもなかなか伝わらないものがあるんだけど、実際に沖縄の、まあ、若者がこの話を聞いて涙をしているところを見て、まあ、同じような、ね、思い感情を持ってくださったんだなというふうに、僕はお見受けしたんですけども、まあ、ゆっこさん的にもそんな感じだったですか？そうですね、うん、なんか最初に私たち OB 臨生が質問で、うん、まあ、なんか授業の一環、うん、の学びっていうので質問してたんですけど、うん、なんかそういう沖縄の方はこういうことがあってってなんか、あ、本当になんかそうやって実体験をされた方は辛い思いをしたんだなって思いました。なんか自分のこととしてね、考えてくださってるっていうのがとてもね、沖縄側のみんなも喜んでましたし、またこれがね、とてもね、大事なこと、本当に伝えていきたいということをこれまでの、お二方も伝えてくださったんですけどもね、ゆきこさんも全国にいるこの人たちに沖縄のこの取り組みっていうのもあるんだよということをね、伝えていきたいということを言ってくださって、なんか本当にね、嬉しい思いをしています。ぜひまた沖縄に来てくださって、さっきもお話ししたみたいに楽しい部分も、ぜひぜひ体験しながらですね、またぜひ、一緒に活動学びの場をね、作れたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いては、オービリン大学の4番手ですね、はい、エリさんですね、大城エリさん、沖縄のご出身でオービリンに進学をされているということですね。よろしくお願いします。お願いします。はい、どんな学びありましたか？私はもともと戦争に関心があったんですけど、その後の基地の現状とか知らなさすぎるっていうのがあったし、知らないといけないっては思っていたけど、どうやって知っていくのかっていうのがやっぱ分からなかったんですけど、今回実習を受けてみて、この宜野湾地区っていうのが基地を中心にできた町っていうことで、戦後のアメリカ中心の中でどのようにこの地域の方が協力して生活を確立してきたかっていうのが、この私の出身地より実感できることが多いなっていうのを感じました。でなんかそういうのは、この土地が借地で公民館が建てにくかったり、この基地の中にお墓があって、このシーミーとかお盆の時にもこの行政に申請して入る期間が決められてるっていうのがそのあったりして、それがまあ行政とのつながりの強さにも関係しているのかなっていうのもすごく感じました。その行政との関わりの強さっていうのが貧困の点でもやっぱり積極的に地域が関わっていくことができて、行政では補えないようなクッション的な、心のクッションになるような役割が明確に果たせてるっていうのが、やっぱ基地の周りで人一倍協力する必要があったからこそなのかなっていうのも感じました。うん、で、これから実習を受けて、この FM 宜野湾の社長さんが言ってたように、
若い人たちに情報を発信したいって言ってたんですが、自分自身も新聞とかニュースとかを見る機会がなくて、この地元のことなのに問題意識が薄いっていうのをやっぱ改めて実感することができたので、これからは友達との会話とかに何か自分から積極的にトピックとして取り上げていくことで、自分も友達にも兄弟とかにももっと身近に感じてもらうことができるのかなっていうふうに思います。沖縄地域の方々へ今回お話を、貴重なお話をたくさん聞かせてもらった中で、昔は栄えていたけど今は下びれてきてしまっているとか、もう自治会の加入率が低いっておっしゃってたんですけど、今のその地域の活動に触れた子どもや人々には、この普天間産区や上大蛇な自治会の良さっていうのがやっぱりすごく伝わっていると思うし、その人とのつながりっていうのが、他の地域とのつながりにもつながっていくことで、やっぱ沖縄全体がもっと過ごしやすいところになっていくのかなっていうのも実感できたので、これからも活動を続けていってほしいし、自分も自分の住んでいる地域や周りに広げていけるように頑張りたいので。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。沖縄に高校生まで住んでいて、いろいろ気になることはあったけど、どっから手をつけていいのかわからない。現状もよくわかんないけど、どっからね、考えていっていいのかわからないっていうのは、とても実感できることだと思うんですね。例えば何か気になってたことって高校生の時とかあったんですか？それこそニュースとかでこの飛行機の部品が落ちてきたりとか、この化合物が検出されたりっていうのをやっぱ聞いていて、なんかもっとそれがどうして危ないのかとか、周りに基地がなかったので身近に感じることができなくて、それを将来沖縄で住むってなった時にはやっぱ選挙とかで自分から選んでいかないといけないっていうのが、焦りじゃないですけど、やっぱもっと知らなきゃっていうのから、なんかあみたいなそのきっかけになったって感じなんですよね。そうですね。ね、なかなか情報ってあるようで伝わってこないというのが実際だし、今新聞とかテレビラジオを若い世代もあまり見なくなったので、 SNS 中心になるとなかなかね、それをどうね調べていくのか、やっぱり自分で調べるという力がとても大事になってくるのかなということを今大城さん、エリさんのお話を聞いて、ね、思ったんですけどもね、南部のねご出身と伺いましたが、まあ、自治会とかあまり活動が中部とはちょっと違うということであったり、まあ、基地もないということだったんだけど、おそらく南部は南部のとっても良さとかね、やっぱり、まあ、高校生ぐらいまでだったらそれほど自治会につながるタイミングもないのでね、おそらくはすごく面白い、また個性豊かなね活動をそれぞれの地域でされてると思うので、沖縄帰った時にですね、これをきっかけにぜひ自治会とか探してね、訪ねていろいろ聞いてみたらいいと思いますね。はい、で必ず沖縄に帰ってきて私たちの力になってくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ここまでは、まあ、桜美林大学の4人の学生さんにお話をいただきました。振り返ると、まあ授業、実習始まる前からもですね、貧困、子どもの貧困に非常に、ね、関心が高い、フォーカスそこにしている学生が多いなという気はしてたんですけども、まあ、それに基づいてこの実習も、ね、組まれてきたんですけども、まあ、実際そこで、ね、学びが、あったんだなということをとても嬉しく思いました。さて、今、桜美林大学の4人の、学生の
コメントを受けてですね、沖縄のスタッフとしてですね、頑張ってきてくれたお二人からですね、あのお話をね、聞いていきたいと思います。最後にエリさんが、まあ、沖縄出身の、若者として、まあ、基地の問題は気になってたけども、手がどこからね、どう考えていいのか分からなかったみたいな話があったんですけども、最初、まず、ゆうかさんから聞いていきたいと思いますね。ゆうかさんにとって、基地問題っていうのはどんな位置づけというか、あ、まずゆうかさん、今、大学は県外にいらっしゃるんですね。はい、そうです。関西の大学に通っていて、うん、3年生になります。うん、はい。で、県外に今移ってるんですけども、まあ、高校生ぐらいまで沖縄にいたということで、基地って沖縄の、若者にとってどんなポジションになるんですか？そうです。私が高校生までの時で言うと、私は憧れという思いが強くありました。うん、英語を学べる場所だったり、アメリカのものを、うん、外国のものを変えるという楽しそうな場所だなというイメージで、そのアメリカは楽しそうだなという思いからちょっとアメリカに留学したぐらいです。なるほど。まあそういうなんか憧れというかポジティブなイメージが多かった、ね。そうですね。ポジティブでした。うん、はい、はい。それが変わった。そうですね。実際にその県外に出て、うん、沖縄のニュースだったり沖縄の貧困問題、米軍基地の問題を学んでいくにつれ、いや、ただ楽しそうな場所っていうわけじゃないんだっていうのを知ることができました。うんうん、そうなんですね。で、今回、まあそういう思いで今回実習、ディレクターとして入っていただきました。いろんなサポートをしていただきながら一緒に学びをしたんですけどもね、どんな学びあったんですか？今回の学びを通して、沖縄の温かさと問題の根深さを同時に実感することができました。うんうん、例えば普天間産区の自治会では、その親戚のおじいちゃんのような会長さんが地域の子供を世話してたり、上大蛇な地区の公民館ではその近所の高齢者の方が集まってゲートボールを楽しんでいたりなど、なんですよ、なんか本とか参考書論文とかだけじゃわからない、その地域の人づくりだったり沖縄の温かい一面を学ぶことができたなと思ってます。やっぱり来てみんな、まあ、沖縄出身の若者でもそこの現場に入ってみないとわからないことだらけということですね。そうですね。まあ、どう生かしたいか学びを、まだ正直自分がこの、うん、今回学んだことに対してどのようにアプローチできるかは全然わかんないんですけど、うん、その県外の大学に戻った後も学びを継続して模索しながら、うん、自分が何をできるかを常に考えていきたいなと思っています。なんか具体的にどんな役に立ちたいとかあるんですか？具体的にそう、そうですね、まだ開発中、ただ教育には興味があるので、うん、その貧困問題を教育という面から解決していきたいなとぼんやりと思っています。最後に宜野湾市の皆さんメッセージ、お世話になりましたからね。はい、はい、そうですね、今回は宜野湾市でたくさんの場所に訪れ、うん、たくさんの人にインタビューをさせてもらいました。ありがとうございました。これからも県外の大学でも今回の学びを生かして楽しく沖縄のことについて学んでいけたらいいなと思っています。ありがとうございました。もうなんか活動始めてたりします？そうですね、実際に神戸でも、うん、その町づくりの一つとして、うん、一つの取り組みとして、うん、コミュニティづくりをされている場所に訪れたり、その沖縄の友達、沖縄出身の方が全然いないので、その沖縄の問題をゼミなどを通じて発信したりをしています。はい。まあ、ゆうかさん、これからもですね、沖縄に、まあ、卒業してから帰ってくる予定ではいる？帰ってくる予定です。はい。はい、おそらくこの実習を通してですね、いろいろな価値観変わったと思いますのでね。まあ、これからも、こういう活動の、まあ、今回、桜美林大学、沖縄学入門のサポートスタッフでしたけども、これからは沖縄のこういう課題に取り組んでいる機関のサポートスタッフとしてですね、なれるぜひ、うん、はい、活躍してもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、続いては、高校生でね、ボランティアとして、アシスタントディレクターみたいな形でね、関わってくれてきましたリッキーさんですね。はい、まず、まあ、大城さんのお話も受けながらですね、
あなたにとってその、まあ、基地ってどんな存在だったのかっていうことから聞いていきたいと思いますね。はい、荒川力です。お願いします。あ、言いましたっけ？はい。幼い頃は私はイベントやホームステイなどで基地の中で遊ん軍人の方々に遊んでもらってたことも多くて、うん、少し非日常で楽しい場所っていうイメージでした、うんうん、でも成長するにつれて、うん、沖縄の基地問題だとかを学ぶ機会が増えて、多くの人々にとって基地はそんなにない方がいい場所なんじゃないかって感じるようになりました。だけど、私の祖母は戦争体験者で、でも基地内の病院で働いていた経験を持っています。でそのように沖縄の住民の中でも基地がないと成り立たない職業をしている方だっていっぱい いて、基地がないことが最善ではあるんですけど、でもそれは今の現状だと難しいから、人々が私利私欲でじゃなくて、みんなの幸せのためになんか基地問題をなんか改善しようって動けるようになるといいなって思ってます。うんうん、はい。まあやっぱり優香とちょっと似てる立場、やっぱり若い時ってこのどっちかっていうとポジティブな捉え方だったり、あるいは一歩進んで基地がないと食っていけない人もいるからという、そんな思いもあった。でもやっぱりちょっとずつ変わってきたりしてるとかですか？いやー、そんなに変わってる感じはしないです。まあ、これからまあ学びながら、あのいろいろ考えていくということなんですね。はい。今回の実習を通じて、まあ、どんな学びを得ました？私はそんなに自治会とかのことを全然知らないで、この講義に参加してたんですけど、この地域住民と行政をつなぐ役割を持った大切な機関であるとか、行政よりも地域に密接で協力して、市民と協力して地域をより良くしていこうって活動してる方々を見て感動しました。で、自治会の活動でこの実際見ていく中で、子どもたちや年配の方々が楽しそうで生き生きとした様子で、なんだろう、活動してるのを見てたりとか、この公民館の方々だったりとかと話してみて、この人その方々の温かみを直接感じることができました、うん、で加えて公民館やラジオ局などこの自治会以外のところで地域の課題解決や活性化に向けて、その多方面の機関が協力していることを知って、この私は解決すべき課題が多すぎるって思ってて、それは今も変わんないんですけど、社会や地域を良くしていこうって奮闘している方々の存在に改めて気づけたことは私にとって大きな学びでした。で、今回お話を聞かせていただいた多くの方々が口にしていた発信の方法がメディアが多様化しすぎていて、逆に人々に知ってもらうのが難しいっていうことを聞いて、この広報っていう作業こそ高校生である私でもできることなのではないかって考えました。これからも社会問題について積極的に考えて、現地に出向いたりして現実に目を向け、このそういう経験を自分の言葉で同年代のみんなにも伝えられるようになりたいなって思いました、うん、で、宜野湾市の方々今回は貴重な体験をさせていただきありがとうございました、私もなんかこんな風になんかより人々がより良い生活をできるように考える仕事にすごい興味を持っているので、とてもなんかいい学びになりました、またこれからも頑張ってください。私も頑張ります。ありがとうございました。はい。まあ、今自分にとっての学びから、学びをもうどう生かしたいか、そして、まあ、メッセージまで一気にね、伝えてくださいましたけども、リッキーも
来年、今年4月から県外に大学行くんですよね。何、はい、か考えてることありますか？今回の実習通して何かしてみたいことがちょっと明らかになったみたいなのがあったら教えてほしいんですけど、ね。もともと、この、こういう活動、このボランティアの話、いただいたときから、いただく前から、この社会改善については興味があったんですけど、この大学からは、こういう沖縄の問題であったりとかを、この知らない、沖縄のことを全然知らない人たちに伝えたりとか、またこの実際神戸に行くんですけど、神戸の方にも、神戸の問題とかにも興味を持って、多方面の課題をなんか解決するのはまだまだ難しいけど、それを知るだけでも、この知って発信するだけでも違うと思うので、大学ではそういうこともしたいなと思ってます。はい、まあ、これからじゃあ今まで比較対象がなかったけど、県外に初めて出ることによってもうちょっとこう相対的に沖縄を見たりすることができるっていう感じかな、はい、この件ちょっと後でもし時間あればね、あの大城エリスさんもいらっしゃるのでね、あの深めたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ここまでが、オービリン大学、そして沖縄のスタッフの2人にお話しいただきましたけども、最後に地元沖縄の名護市にある明桜大学の学生さんですね、明桜大学からも桜美林大学沖縄学入門に参加してくださっています。鈴音さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、今までの、合計6人6人のお話を、まあ、踏まえた上ででも結構ですし、あるいは、まあ、鈴音さん自身が普段行っている活動を通じてでも結構です。鈴音さん、ちなみにご出身どちらなんですか？はい、出身は大分県宇佐市というところから名護市に転学してきました。そうなんだね。割と近いといえば近い、大分県だったらね。そうなんですね。はい、今回いかがでしたか？まあ、あまりね、全部通して参加ということができなかったかと思うんですけども、まずどんな学びがあったからというところから教えていただきたいと思います。どうでしょうか？はい、フィールドワークを通じて宜野湾市の知らないこと、行ったことない場所だらけだなっていうのを感じて、沖縄県は基地問題をはじめ貧困やいじめ、片親教育などさまざまな問題を抱えているということを学びました。でも基地問題一つにしても辺野古、例えば辺野古基地移設があるからこそ収入があって暮らせる人がいる。昔であれば A マークというマークがあるお店に米軍基地の方が入れるということがあって、昔からやっぱり根深い問題として残っていて解決が難しいことが一番の何だろう、はい、解決が難しいんだなということを学びました。なるほど、はい、まあ、どんなふうに生かしたいかみたいなことになりますか？はい、このフィールドワークで学んだことを沖縄県内の問題だけにとどまらず、もっと広く日本全体の問題として考えていくべきだと感じました。その中で正しい情報や沖縄県で何が起きたのか、今現在何が起こっているのかということを学んで、何らかの形で例えば中年層や年配層の方々であれば、今日お話をいただいた FM 宜野湾さんなどと協力しながら、若年層であれば今話題の TikTok とかのメディアを通じて発信できたらなというのを思いました。またゆくゆくは私自身もそのような事業に携わっていけたらなと感じました。なるほど、まあ、沖縄に来られて今3年ということなんですよね。はい、なかなか3年では気づくことも難しかったりとかね、それから今名護にいらっしゃるということで、まあ、中南部のことと、おことを知る機会ってそんなないですもんね。そうですね、中南部はやっぱりその嘉手納方面の基地、中南部にも基地があるっていうのはいろいろ伺っているんですけど、なかなか足を運ぶとまでは行かずに、北部の
辺野古問題などにやっぱりフォーカスを当ててしまいがちなので、すごいいい機会いただきました。名護は名護でまたいろんな課題があって、例えば今回大きなテーマになっていた子どもの貧困でもちょっと中南部と違うね、また、独特なねテーマがあったりしたと思う。これ明王大学は結構このあたりもね、先生方と取り組まれてるというふうに聞いてるんですけど、そんなところにも関わったりすることあったんですか？例えば明王大学ですと学生支援と一環で、塾に行けない子どもたちに向けてその学生が勉強を教えたりするようなサポートをして、貧困や片親層に関わっていくような取り組みを行っております。うん、なるほど。卒業後沖縄におられる、それとも大分に帰ってしまうみたいな、どっちかというのを今決めてらっしゃったりします？今考えてるのが沖縄就職一本です。うん、ぜひ一緒にねまた活動できたらと思いますけど、今回まあね宜野湾がフィールドだったということで、宜野湾市の、ね、皆さんにも一言、ね、メッセージいただけたらと思います。はい、宜野湾市の皆様、私はまだ沖縄に来て3年という短い期間で、県内全体の問題を勉強するにしてもまだまだ未熟なので、何名前切ってんだと思うかもしれないんですけど、私自身沖縄のことが大好きなので、県民の皆様が過ごしやすい環境を作れるよう、これからも沖縄についての問題を続けていくつもりです。その中で目を背けたくなるようなことや、その知りたくなかったこともたくさん出てくると思うんですが、積極的にそういうのも勉強していくので、ぜひこれからもより良い沖縄づくりのお手伝いをさせていただきたいと思います。また何らかの形でその自治会などの取り組みにも参加できたらと思っております。本日ありがとうございました。はい、はい、沖縄にね、来て今回の実習だけじゃなくって明王大学に来て沖縄に来て学びってどんなものがあったりしました？明王大学に来てやっぱり地元の沖縄県では知らなかったような問題、例えば、うん、基地 の, あそのお金をもらってその反対運動をしている人がいるというような結構ブラックな情報や、あと名護市だけでもこういう片親貧困問題など内地にいたら知れなかったようなことを知れて、それをいつか発信したいというような目標までしっかり立てれたので、すごい明王大学に来てよかったです。はい、ありがとうございます。またぜひこれからもね一緒に北部と中部南部、まあ、つながってできたらいいですよね。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここ、皆さんにね、これまで7人の、今回沖縄、桜美林大学沖縄学入門のフィールドワークに関わってくださった7人の皆さんにですねお話しいただきましたが、まあ、あえてこれ答えのないテーマに対して私たちはまず現状を知ろうということで地域を回って生の声をね伺ってるんですね。で無理にまとめる必要、答えのない問題なので、まあ、まとめる必要はないかなと思ってるので特にまとめませんが、今回のお話の中で、皆さん特に桜美林の皆さんがすごく訴えてくださって、まあ、とても沖縄 の, 私たちとしては嬉しいなと思ったことがまず一つですね、今回この実習を準備してくださって、それから、関わってくださった地域の皆さんもとても感謝したいということをね皆さん言ってくださって、これは本当に嬉しいですね。むしろ私たちの方がこのリモートというね実際沖縄に来てこの歩いたりそれから美味しいものを食べたりとかね、楽しんだりということを一切できず、ひたすらスマートフォンとかパソコンの画面から沖縄のことをですね学ぼうとして一生懸命向き合ってくださった、このことにものすごく感謝をしたいですよね。どう思いました？このサポートしていて2人は。ありがとうございます。貴重な経験でした。もうありがとうございます。めっちゃグダグダだったと思うんですけど、うん、
やっぱオービリンの大学生がこういう旅をしようという意欲を持ってくれてるから、まず沖縄側の学生たちも学びの場をいただくことができたし、もう一つは沖縄の今回いろんなところまた回りましたけど、ここの皆さんも県外の若者がこのどんなことを感じてくれるのか、そしてこの若者たちにどう伝えていくのかということをもう一度整理しながらね、あの望んでくれた、これは多分それぞれの組織とか自治会とかにとってものすごく大きな、ね、意味のあることだったと思ったんです。でこれ、本当に皆さん方、オービリーの皆さんにちょっと聞いてみたいんですけども、まあ、リモートワークを通じてこの画面を通じて沖縄のことを知るのは相当難しかったと思うんですけども、実際実感としてどんなとこだったのか、例えば男性女子、女性一人ずつ聞いてみたいと思うんですけど、ダイヤさんは今回この画面を通じてオンラインでずっと沖縄を見てきてどんな印象だったか教えてほしいですね。どんな印象、うん、まあぶっちゃけで話でいいですよ。例えばもう本当にしんどかったみたいなんでもいいしね、やっぱりしんどいと思うんですよね、うん、いやまあでもそれこそなんかいろんな沖縄の方とのお話とか、まあね、ズーム上だったんですけど、なんか、まあ、直接会わなくてもその沖縄特有のなんか優しさみたいなっていうのはなんか感じられたなっていうのは結構印象に残りました、うん、ありがとうございます。なんか本当はねもっとこの一緒に行って一緒にご飯食べて交流して、沖縄の若者とそれから東京で学ぶ若者がもっとね交流できたらよかった、そういうことがなかなかオンラインではできないんで、そこがねとっても沖縄の、メンバーとしてもね心残りなんですけども、もう一方聞いてみますかね。ゆきこさんとかどうでした、今回オンラインを通じて沖縄を学ぶということって。なんかすごい沖縄の学生さんたちが楽しそう で私もすごい子供好きなんですけど、なんかその会長さんのところでこうやってズームやる前に子供と遊んでたんですよみたいな話とか聞いてて、うんうん、あ行きたかったなって思いながら、あそうよねましたね、なんか本当はね一緒にね子供と遊んでほしかったし、また東京のお姉ちゃんとかと遊ぶ機会が沖縄の子ないから、そういう機会にもなってたよね、このねオービリンの沖縄学入門のフィールドワークって、自分たちの文化圏以外の文化を持つお姉さんお兄さんと一緒に遊んだりね対話ができるっていうね、そういう機会だったんですけど、まあコロナがあったからできなかったけども、まあ、本当にね、ゆきこさんおっしゃってくださったように、画面の向こうではやっぱりそういうちょっとね思いさせてしまってごめんね、本当にぜひ今度は一緒にねやりましょう。ついでだからもう若野さんも聞いてしまいたいと思いますが、どうでしょうか。はい、なんかフィールドワークとかでなんか画像がなんか止まっちゃったりしてなんかあれだった時もあったんですけど、でも何ですかね、実際こうリアルタイムで話すことができて、沖縄の人たちの温かさ、人柄さがすごい、もう画面越しでも伝わってくるぐらいね、なんかすごいちょっとプチ旅行したぐらいの楽しい時間でした。本当になんかそれ聞くとちょっと救われますよね。なんか言うかありますか今。結構その画面が揺れてたりとか、ちょっと見ててしんどいものもあるのかなと思ってたんですけど、うん、それプチ旅行できるような楽しい時間だったって言ってもらえて、すごく、うん、本当にすごく嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。最後にエリさんにね、聞いておきたいんですけど、エリさんは沖縄からね、東京に進学されてるんですけども、まあ、ここにいる2人も、これから県外に出てる、あるいは、すでに県外に出てるっていう学生ですけども、比較対象ができたと思うんですね。沖縄って高校までは、その沖縄のことしか分からんから、何と比べていいのか悪いのかが分からなかったけど、外出てから初めて分かることが多かったんですね。なんかそのあたり経験ってありますかね。そうですね。なんか自分も、この上京してきたんですけど、やっぱ途中で学校がオンラインに切り替わったりして、
そこまで感じられてはいないんですけど、その中でもやっぱ感じることができたのはこの運動不足が感じました何も感じなくてもただ歩いてるだけで1日1万歩とか歩けたりするけど、やっぱ帰省したら1000歩も歩かなかったりするので、その差がもうちょい歩こうと思えば歩けるんじゃないかなっていうのはすごく実感しています。確かにそうよね、ゆうかなんかそうよね、もうあの神戸にいると1万歩なんか普通に歩けど、こっちでは100歩とかやからね。トイレ55ね。はい、あのエリさんありがとうございます。また他にも多分ね、いろんなあの気づき、沖縄の良さとか沖縄の課題とかも外に出てね見えること多かったと思うんですね。そんなことをまた残り、今エリさん2年生なのであと2年間あの東京で学ぶことがあると思うんですけど、ぜひそのあたりまた深めて、これからも一緒にね私たちもねあのつながっていていただけたらと思います。はい、ありがとうございます、はい、すねさんありがとう。じゃあよろしく、最後またもう大鳥締めてください。大鳥みたいなこと言えるか分かんないんですけど、はい、沖縄県にも宜野湾以外にもたくさんの、うん、その戦争跡だったりその歴史を感じられる部分があるので、ぜひ大森林大学のフィールドワークに参加してくれた方はぜひ一度沖縄にぜひ足を運んでください。本当だね、本島だけじゃなくて例えば名護市だったら伊江島にもたくさん戦争の形跡があるので、うん、ぜひあの本島だけじゃなく島にも足を運ぶ機会があったらいいなと思います。ありがとうございます。いや、あの鈴音さんはやっぱり県外から沖縄に来てまだその差、自分の地元の良さとかそういったものを分かったりしたことがあったですよね。そうですね、地元、あでも沖縄は本当自分の地元にも戦争跡はあるんですけど、うん、沖縄みたいにこう表に公に出してないので、うんうん、沖縄は本当にその過去の文化を学ぶには本当に素晴らしい土地だなって思いました、実感しました。うん、はい、ありがとうございます。ぜひこのね2拠点持ってるの強みなので、県外と沖縄に2つ自分の居場所があるっていうのは多分これから一番求められると思うので、ぜひね一緒に頑張っていきたいと思います。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そして、今日、参加してくださった皆さん、それから今日欠席してるね桜美林大学の学生もいますけど、本当に桜美林大学の、5人の受講生の皆さん本当に、あっという間の4日間になるのかな、4日間でしたけども、本当にこのちっちゃい画面の中でね本当に何センチですか、スマートフォンって言ったら6センチ ×15 センチぐらいの枠の中、ゲームの中で沖縄を学ぶというのはとっても難しかったし、多分、学びきれないことが多かった、それから疑問とか課題とかですね、いろんな思いもあったと思うんですね、本当に、伝える側もなかなか拙い伝え方しかできなかったんですけども、皆さんが本当に真摯にね私たちに向き合ってくださったことでですね、今無事にこの授業を迎えることができました。本当に授業をね今回終わることができましたけども、これからもまた皆さんとねつながっていきたいと思います。それからぜひ皆さんもおっしゃってくださいましたけども、沖縄に足を運びたいと言ってくださいました。ぜひぜひ沖縄に足を運んでくださってですね、遠慮せずに声かけてくださいね。忘れることはないので、私たちは基本的に絶対覚えてるので、大桜美林の卒業生もね時々顔出して沖縄就職してくれた学生たちもいるんで、ぜひ沖縄就職も踏まえてですねこれから考えていただけたらと思います。ではこれにてですね、大桜美林大学沖縄学入門、振り返りラジオをね終了したいと思います。ご出演してくださった皆さん、それから支えてくださった FM 宜野湾の山内社長、それから、今日は、顔隠しで、ご参加いただいています桜美林大学教員 A さん桜美林大学の教員 B さん、それから明桜大学の教員 C さん、どうもありがとうございました。はい、これにて、振り返りラジオ終わりたいと思います。ではまた来年別のメンバーでお会いしましょう。はい、さよなら、ありがとうございました。バイバイ。